ISBN、ISBN、インターナショナルスタンダードブックナンバーは世界共通で図書、書籍を特定するための番号である。日本語に訳すと国際標準図書番号となる。開発は WH スミスのプロジェクトであった。日本ではこれをもとに日本図書コードとして使用されている。1965年英国で SBN と呼ばれる。 書籍特定コードがトリニティカレッジダブリン大学のにより開発された。これは翌年に国内で利用され始めた。1967年国際規格 ISBN のアルゴリズムが考案された。ISBN は国際標準化機構で1970年に採用された。日本は1981年に ISBN に関する 国際的な枠組みに加盟。その後、1988年に JISX0305 として JIS 企画となっている。出版関連の団体によって設立された一般社団法人日本出版インフラセンター、所属する日本図書コード管理センターが管理している。なお、出版物、本に関する国際標準化機構の国際企画は ISBN の他に、 築字観光物、雑誌のシリーズごとに付与される国際標準築字観光物番号がある。ISBN は各種の書籍、単行本、漫画などのほか、CD r o m カセットテープマイクロフィルムなど出版社から観光されて出版取り次ぎ、書店で流通する出版物におおむね適用される。ただし、日本などではムックを除く雑誌には ISBN ではなく、 雑誌コードを使用する。また、ウェブサイト、広告物、ゲームなどは、国際的にも ISBN の対象外である。ISBN は10桁のコードで表され、通常4つのパートからなった。なお、この10桁で表される、旧規格 ISBN コードを、現行の13桁の ISBN に対して、ISBN-10 と呼ぶことがある。 ISBN-10 は、のように表示される。しかし、A、B の、各部分の割り当て桁数は決まっておらず、合計で9桁、必ず1桁の C 部分を入れると10桁となる、範囲内で、それぞれの部分は増減する。それぞれの部分の意味は、9規格の ISBN のチェックディジットは、文字ラス11の810から2という計算法にて、算出される。 チェックディジットを除いた左側の桁から10、9、8、2をかけて、それらの輪を取る。輪を11で割って出た余りを11から引く。ここで例として、ISBN4 から10から109,205のチェックディジット部分を求めてみる。よって、この ISBN のチェックディジットは2である。なお、 計算結果が10になった場合、10の代わりに X、アルファベットの大文字を用いる。また、11になった場合は、0となる。ISBN は2006年までは10桁であったが、一部のグループ記号、英語圏で発売可能な出版社記号、全高0時の A 部分の枯渇が目前となったため、13桁 ISBN の規格が制定され、2007年1月1日に、 完全施行された。それと同時に、過去に発売された10桁の ISBN は無効となったが、書店での書籍検索、注文など、実際に ISBN を利用する場面においては、過去の10桁 ISBN も併用できるよう便宜が図られている場合がほとんどである。2007年以降の新刊書には、当初から13桁の新規格 ISBN が付けられており、 10桁 ISBN は新たに発売しない。また、過去に発売された10桁 ISBN については、その頭に978体を挿入し、チェックディジットを計算し直した13桁のものを、正規の ISBN として取り扱う。0、9ISBN4 から00から31101から4。 現行 ISBN978 から4から00から31101から8、チェックディジットの計算法は口実。なお、現行規格によって表される ISBN を旧規格の ISBN に対して IS、ISBN-13 と呼ぶことがある。ISBN は13桁のコードで表され、通常5つのパートからなる。A、B の 各部分の桁数は決まっておらず、合計で9桁の範囲内で、それぞれの部分は増減する。各パートの間は、ハイフン、または、スペースで区切りをつけるのが正式な表示法である。区切りをつけなくても、書籍を特定する上での問題はない。現行規格の ISBN のチェックディジットは、JAN コードと同じく、文字ラス10ウェイと3.1。 文字ス1十ウェイト三という計算法にて算出される。チェックディジットを除いた一番左側の桁から順に、1、3、1、3をかけて、それらの和を取る。和を十で割って出た余りを十から引く。ただし、十で割って出た余りの下一桁が0の場合は、チェック数字を0とする。ここで、0として、 ISBN 978から4から10から109,205のチェックディジット部分を求めてみる。よって、この ISBN のチェックディジットは8である。5、おさむき。